今から僕がプレイステーションビータを解説しよう。一言で言えば、およそ考えられるゲームのあらゆる機能が盛り込まれたと言っても過言ではないんじゃないかな。指がそのまま武器になる感覚、この爽快感はまさに一気当選。いろんな技がガンガン繰り出せるぜ。次はこれだ。夜の推理ほど怖いものはない。ペンションで殺人事件があったんだ。犯人の手がかりはこうやって部屋を見渡して探して、このテーブルやっぱり怪しいな。マジでハマっちゃうよ。敵を狙う時にはやっぱりこのプレイステーションビータ自体が武器になった方がリアルだ。モーションセンサーでこうして実際の方向を見回して、敵を発見したら照準を合わせて撃つ、照準を合わせて撃つ。このゲームは直接ゲームの世界に触っているように遊ぶことができるんだ。ちょっと今までにはない感覚だよ。こうやって背面を触るんだ。時にはこうして友達をボイスチャットに誘うんだ。あ、元気？うん、元気だよ。何やってんの？リッチレーサー。お、少しはドリフト上手くなった？お互い好きなゲームをプレイしながらおしゃべりを続けられるんだ。気の置けない仲間とね。まだまだ紹介したいプレイがたくさんあるんだ。プレイステーションビータ。